こんにちは、ひろきです。今日のひろきさん、なんかめちゃくちゃ調子良さそうですね、と思いのあなた。正解でございます。正解です。見事ですね、正解されたあなたには、もうそんなどうでもいいですよ、と思いのあなた。正解でございます。ですね、ちょっと今ちょっとテンション上がりすぎててですね、もうちょっとなんか意味わかんない感じになってるわけですけども、今日はですね、ね、こういう調子のいい時はいいんですけども、調子悪い時もあるわけですね、人間には。ああ、ちょっと俺もうできねえわっていう風になる時はあるんですよ。絶対あります、皆さんも。多分あると思います。経験あると思います。わ、今日はきつい。ちょっとね、もう今日できないっていう時。それがですね、結構重要だったりするわけですね。調子いい時は全然どんどんいけるんですけど、もうできないっていう時。これどうしてるかっていうことをちょっと私なりのですね、対処法というか、ちょっとですね、シェアしたいなというふうに思いまして、動画撮ってるわけですけど、私はですね、なんか、毎日動画撮っていてですね、結構今日ネタねえなっていう時が結構あるわけですね。わ、今日ちょっとこの話はちょっと前にも話したしな、みたいな感じの時が来るんですけども、そういう時はですね、結構動画見たりとかですね、本を読んだりとかするわけですね。自分の頭で考えない。これが重要なんですね。本当は一人で悩むんじゃなくて、なんか動画とかずっと見るわけですね。なんか、明日これがいいな、これそういえば言ってなかったなっていうのが結構見つかるので、まあ、いっぱい情報あるんですね。もうとにかくいっぱいあってですね、もう違う形でもいいから言っていく。これでですね、もういいわけです。もうもっと言うならですね、もう誰かのパクっていくんですね。もう全く同じようなことは、あたかもですね、自分のね、話してるかのように、もう自分がもう10年くらい前からもうそれもうめちゃくちゃ専門家ですよみたいな、風な感じですね。もう話していくんです。もうできない。まあ、いろんなできない時ありますけども、まあ、私に相談してくれたらもう、ね、聞くことだったらできますので、まあ、解決はできないかもしれないですけども、聞くことだけだったらできますので、なんかあったらちょっと私に聞いていただけたら、とりあえず聞くことできますので、そしたら私が解決できなくてもですね、私の人脈の誰かが解決していただけたりとか、私の師匠がね、解決していただけたりすることが あると思うので、ちょっと意味わかんない感じですけども、とにかくですね、仲間で戦っていけば大丈夫なんです。もう大丈夫です。もうね、人はね、一人じゃないので、ね、生きてる人はですね、もうみんながいるんで大丈夫です。もうできないっていう時はですね、それ自分でできないと思い込んでるだけなので、ね、そういうことですよ。ね、もうみんな誰かができる、もう本当にですね、もう、この世でですね、本当に悩むことってのはないわけですね。多分というか、ちょっとなんかよくわかんない感じですけども、今日も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。